今お二人は看護師さんですけど、病院は忙しいですか？ね、忙しいね。昨日二人、いや、一昨日か、夜勤だったんだ一よ。緒のね、一緒 の久勤務々にで。一緒に夜勤して なかなかないんだ けどない。ね。なかなかいいチームワークだったよよかったよかった。夜勤チームでってめっちゃ忙しかったんだあ、けど、そうなんだ。そう、いい感じにどうにかなったよ回ってね。たね。でも今、あの病気とかは。あの病気とかね、流行りの。確かに。でも、いつ誰がどこでね、陽性になってるかわからないから、そうだよね。全員そうだったとしても大丈夫なように対策してるよね。ああ、だついから、た人がね。そう。私たちもかからないようにっていう、自分の身を守るの最優先で。なるほどね。最初は医療者も知らなかったから怖かったけど、正しい情報で正しく知れば気に次はしてね。るべきだけど、何でもかんでも怖がるっていうのはちょっと心には良くないよね。対策方法はそう、なんちゃかんと知っ前てよれり分ば。かってきた気がしますね。なるほどね。はい、じゃあ来行きまますした。か。300ヤードパー4。はい。これ左どうなってんだろうね。右も多分狭い。170ヤードで池です。あ、でも入り組んでるね。こうでもやっ右て側にちょっネとジ右ウェイ側トがの痛確そ認う。をするって、旗右で。やっぱ女子同士だといいな。引っ掛けると右は右で OB らしいですけどでね。すよね。うん、運ぶショットで。いい音。ナナイイス。ス。完璧じゃない？完璧。すごっ。完璧。すごい。運ぶショットめで。ちゃくちゃいい。カメロンで。お。もう一個。あ、いいじゃない。すごい、でも結構飛んだすごいよ。転がりそう。そこは大丈夫じゃないかな。多分池まで行かないですよね。いける気がする。構想的に大ね。丈夫な気がする。ボールを変えよう。お、一回使ってみたかったこの3本線入りのパターがね、いいっていうね。めっちゃやばくない？大丈夫、多分手前だと思うよ。170、結構上がったからね。大丈夫そう。転がり次第。ちょっと T 高かった。なんかさ、いかにさ、調子悪かった時になんかどう気持ちを持っていくかって結構大事。そうだね。なんかかといって気にしなさすぎもさ、成長しないしさ、まあいいかって諦めちゃうのはもったいない。あ、結構狭いじゃん。これですね。あ、これも？それ飽きちゃう。でもまた狭いですね、僕。じゃあ4番のユーティリティで。おそらく160ヤードぐらい。レイアップ。やばい。大丈夫じゃん、大止まる。丈夫かな。なんか大丈夫。やばいで止まってくれそう。ありがとうございます。入っちゃったね。くぐり抜けた。くぐり抜けた。ワンペだね。下を。この場合は、ここから打ち直した方がいいですね。いや、あそこの横で大丈夫だ。いいですか。じゃあ、ところへんから。80をピッチングで軽く打とうかな。お。ピーカル。ピーカル。でかいかも。どうだろう。いや、でもいいと思うな。ナイスオン。オッケー。いいね。よいしょ。ナイスオン。いいね。これはいい。ナイスです。良さそう。見てる。顔上がっちゃってるから、もっとしっかり手だけ、手振る。そうそうそう。まあでも止まってくれるから大丈夫。よいしょ。ヒヤッとする。見ちゃうからね。やっあぱとり狙登いっを。てるから。残念。ありがとうございます。あれ、純ちゃんパーチャンス今2オンだからすバーディーごチャンスですね。あ、やばい。あ、落っこっちゃうの。あれ、止まれ。あ、先生。
うまい。スライスだよね、多分。うん。でもこれを入れに行くとすごいことになっちゃうから、オッケーを狙いに行く。全然反対に曲がってんですけど。フックですか。フック。こっちが下ってるように見えるんですけどね。ここからは確かにフックに見えるけど。谷？スラミーが見える。あ、強かった。あ、惜しい。待って。みんな強い。みんな強い。ナイス。あ、嘘。嘘、オッケー。わあ。おしゃれな。オッケー。反対に曲がったんだよね。グリーン用の難しい時あるよね。うん、ロングです。はい。はい、ロングです。お天気雨は狐の嫁入りってなんで言いました。でもその詳細忘れちゃった。なんかあんま良くないイメージなんだけど、狐の嫁入りだって。狐が嫁入っちゃダメなんだっけ。いや違うな、なんだろう。もう久々じゃない、こんな天気で雨って。確かに、うん、しかも冬じゃないみたいな暖かさじゃない。高いね。気持ち悪いぐらい。うん、なんか変な日なんだよ。これは右目がいいですね。うん、狐の嫁入り。狐の嫁入りか。不吉な予感が。不吉な予感がする。ナイス、曲がらない。ジェンさんって右足若干引いてます？そんなことないです。あ、もしかして右向いてたかも。じゃあ、うん、逆に？あえてなのかもしれないと思って。違う。たまになんか気持ち悪い時があって、うん、なんか構えられない時があるの。うん。多分今日今そのコースで。あー、なるほど。それだけちょっと右向いちゃうんだよね。ちゃんと分析してる。実はね、実はね、そういうの好き。そういうのすごい聞いてるの好き。ナイス、ナイス、まっすぐ。ナイス、ナイス、めちゃくちゃいい。これパチパチだね。戻ってきた、うん、戻ってきたね。うん、ちょっと左目だけど、なんかドライバー高めに上がらないね。今日は上がるね。高めに T とか高いのかも。前低くてちょっと高くしたけど今度高すぎちゃった、うん、なんかちょっとの意識がさ、だんだん大きくなってくることない？ちょっとだけでいいのに、だんだんおまじないかのように。確かにね、あるね。そう、5番ウッドで。はい、あ、惜しい。でもまあまあ握っちゃったけど、そう、こうなるんだよね。手がね、こうすくうってことですね。うん、そう、すくっちゃってんだよね。なんか手打ち感がそれであるって感じだよね、うん、そうだね。ちょっと練習場かもね、その打ち方を直すのは、ね、練習場連行。全部連れてこのままじいい口実になった。私はね、こうつま先上がりが苦手なんですよ。なるほど。私はつま先上がりの時は体を開くようにすると打てるっていうのが。うーん、あ、左すぎたね。でもよく当たるだけすごい。戻ってくる、これ、ね、きっと多分戻ってくるんじゃないかな。あ、腰切っちゃいけないのに切れちゃった、こうやって。なるほど。うん、ちょっとつま先下がる。うん、いい音。どうした、ナイス。いいですね。あ、よかった。あ、うまっ。めっちゃいい方に転がった。すごい。え、すごい。タイか。やばい。太陽の恵み。太陽の恵み。これが狐の嫁入り。狐の嫁入り。でも誰一人使い方分かってないね。うん、ナイス。
やめて、なんか大丈夫だね、距離的に。ヒヤッとする。ヒヤッとヒヤッと。一打一打。マリン次三打目。これパンオンだね。うん。いや、いいショットが続くと嬉しいな。ね。うん、特にロングでさ、1、2、3ってうまくいった時のテンションやばいよね。131ヤード、7番。いい。いいよ。ピン方向。ナイス。さすが。マリリンもパーオン狙い。すごい飛んでるよ。めちゃくちゃね。これジャンプしなければ。逆に見たくなっちゃうんだけど。お、なんか、なんかいい、いい音しました。ジュンさんの球飛んでく音がいい音でした。シッ、うん。いい。いい。ちょっとでも勝った。ナイス。今もジャンピングしてない。なんかしてない。本当に？めっちゃナイスやな。マリリン近い。いやマリリン超近いよ。ね。胸を下に向けて。下に向けて。いいね。そうだ。距離。距離。ナイスオン。オンしたけど。いやこれ右の傾斜なんだね。なるほど。確実にパーを取りたいです。いいですね。うまい。うまい。でも距離合わせるあたりさすが。やったー。ナイスパーです。ナイスです。来たか来たか。バーディー？シャキーだ。シャキー。シャキーシャキーシャキーキー。自分でやっちゃった。自分でやってる。ナイスバーディー。すごい。すごい。全ショット完璧だったね。このホールは本当に良かったですね。すごい。マリプロ、ナイス。強い。あ、でも止まって。これはちゃんと沈めて、ちゃんとボギーで上がる癖をつけなければ。はい、ナイス。ナイスボギー。え、今だって全部良かったよね。全部良かった。ドライバーもめっちゃ飛んでて、うん、セカンドウッドあれ。ウッドね。ウッドもさ、マッコビだったよね。あった。まっすぐ行ったよね。で、なんかそのジュンさんが言ってるピョンって跳ねないっていう、それをちょっと動画で分析しますから。あ、そうね。ジュンちゃんとこっそりあのピョンもう一回見たいなとか。ねえ。ピョン消えちゃったの。そう。ピョン消えたよね。もう。ギャーってなってるからね、うん、下半身を、うん、進化しました。進化、今日の中で進化しました。うん、本当にね、今日は続かない。今走ってる、うん、走ってラフちゃん、あ、下ってラフちゃん。おー、ナイス。うん、全然まっすぐ、ナイスです。あ、前行きました。ど真ん中。ナイスナイス、泣いてるけど、うんうん、ナイスナイス、ありがとうございます。つま先下がり、あ、そう、つま先下がり、ちょっとこう、うん、お出た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 、ちっさいおじさんいる。ちっちゃいおじちゃんが投げてくれたんじゃない。多分ね、マリプロと私ね、得意なライが一緒なんだと思う。あ、そうなんだ。うん、実はそうなんですね、うん、だから多分私ミスが一緒なの。5番ウッド、5番ウッド、はい、お、いいんじゃない。ナイスショー。ゴルフ番組っぽい。え、ゴルフ番組っぽい。結構アップしてるから今。もうちょっと上達したいよね。ゴルフ番組なら。9番で。はい、9番で。にくいな、ここボコボコしてる。そうね。あ、どうどうどう。お、オッケー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 。
結果よし。なんかモグラ出てきたところみたいにボコボコしてる。やばい。うん。いや、これ帰ってくるやつじゃないかな。いや、今大丈夫。ただ。うん。どまいどまい。落ちちゃおうとしちゃった。欲出しちゃったけど。もう。これは五番ウッド。五番ウッドでいきます。はい。うん、ちょっと引っ掛けた。うん、でも結構してくる。あ、戻ってきた。ナイス。ラフ。いや、本当だね。くぼんでる。膝も。難しいね。ね。とりあえずまっすぐ。お、いや難しかった。難しいね。うん。大丈夫。100ぐらい。ピッチングでいくか。なんか下がなんか遠く見えますね。なんかあのせいか。そこで100って言ってるもんね。96って言いましたね。まあいいや。どうだ。あ、でも乗ってるんじゃないですか。もうバンカーがちょっとね。今のは、うん、バンカー越えを狙ってました。そう、バンカー越えを狙ってたんだけど、でやっぱなんか足りないかなとか足りるかなとか考えちゃって力入ってこう巻いちゃったって、急カルとかにすればよかったかもしれない。70ヤードナイス。ピッチングで軽くいきます。はい。バンカーを気にせず。うん、ナイスオーナイスオーン。いい。うまいよ。めっちゃいいです。うまい。ナイス。いや、全然いいと思う。めっちゃいいと思う。あ、乗ってるじゃんね。みんな乗ってる。乗りました。本当に下り強め。下り強め。登って下る。スライス。弱いんじゃないの。バカじゃないの。もっといて、頼むよ。あ、でもちゃんと、本当そうだね。そのまま行ったね。副作用だったよね。いい。うまい。うまいよ。ナイスオッケー。オッケーです。あ、切れた。オッケー。ありがとうございます。楽しい。 OK です。皆さんの借金が見たい。バービーとんだけ出ないんだよね、あれ。